まず、沖縄県はこれまで電気が、1社だけの供給で選ぶことができなかったという中で、やはり県民により良い、安い電気を届けるために電気が選ばれる環境ができたということがとても意義が大きいと思います。それによって、県民の生活の向上に資するということ、あと、2050年脱炭素に向けて、県内のみならず国内も世界も含めてですね、やはりいろんな行動をしてますので、この再生可能エネルギーで、電気を供給する、で観光の島沖縄がさらに自然に優しい、島になるというのがとても大きな意義と思います。